そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。コロナで世界は今大変なことになってる。だから今日は苦しんでるあなたに、悲しんでるあなたに、そして絶望を感じている僕に伝えたい。ネガティブでいい。前向きにならなくていい。わかるよ。知り合いのダンサーは仕事がなくなったよ。イベント会社はお金がなくなって借金したよ。飲食店はどんどん潰れていく。俺も苦しいよ。半年間一生懸命スタッフと準備してたイベント、そのイベントが一週間前になくなったよ。ここ開けてます、学校です。でも子供たちは来ない。子供たちは来ないのはいいよ、仕方がない、親御さんの判断です、尊重します。でも経営者としてこの学校を運営していかなあかん。お金いる。何もせんかったら月100万いる。売り上げゼロ。財布貯金ない。どうする。お金を借りる。250万借りた。250万、まあ、2ヶ月は持つ。じゃあ2ヶ月経ったらどうなる。状況は変わってない。じゃあもうどうする。お金ゼロ。もう一回借金する。また250万借りる。いつまで続くんこれ。どんどんお金が借金が増えていく。で状況はどんどん悪くなっていく。誰もわからん、これからどうなっていくのか。どうしたらいいんやって。逃げたくなるよ。見たくないよ、そんな世界。だからおかっちは前向きになろうと思ったんよ。いいところを見よう。自分ができることをやろうと、自分の役割に専念しようって、今のこの苦しさから逃げて行動しようと思ったよ。いろんなことやった。でもな、余計に疲れて苦しくなったんよ。どこに向かったらいいかわからん、空回り状態。気づいたわ。今の僕がすることは前向きになることじゃないね。ポジティブになることじゃないね。いいところを見つけて今のこの気持ちをマスクすることじゃないね。今の俺がやることは絶望と向き合うこと、苦しみを味わうことやって。今のこの苦しいって気持ち、悲しいって気持ち、めっちゃ辛いよ。でこの辛いって気持ちをなかったことにするんじゃなくて味わうんよ。だって存在するもん。苦しいねんもん。苦しいんやったら苦しいって言ったらいいやん。悲しいんやったら悲しいって言ったらいいやん。それを抑えとく方がよっぽど辛いんよ、苦しいんよ。無理して頑張って、無理して行動して、どんどん力がなくなっていく。そうだから今僕がすることはこの絶望を味わうこと。この1ヶ月間とことん味わったよ。何が苦しいね、何が悲しいね、どこが痛いね、何がこんだけ俺を辛くさせてんねんって見えてくんね。味わってたらこの痛みの正体というか絶望の正体というか、モヤモヤしてたものがな、パッと見えてくんね。何を苦しめてるのか、何を失いたくないのか分かったよ。僕が本当に怖いのはコミュニティよ。今まで7年間子供と向き合って、親御さんと向き合って、スタッフと向き合って作ってきたそのコミュニティがバンってなくなってしまうんじゃないかっていう。そのコミュニティっていうのはこのつながりもそうやし、この場所よ、このハウスブルーネっていう教室、ここを作るためにものすごくお金も時間もエネルギーも、もう意思も全部費やしてこれを作ってきた。でもお金がなくなったからここ離れなあかん、出ていかなあかん、出ていかなあかん。そうなくなっていく。どうしたらいいんやって。でこの会社よ、サラリーマン30で辞めて留学してお金を貯めてここを作った。でもそれがなくなってしまうかもしれへん。それが怖いん。自分がやりたいことをやってきて、あるがままの自分を表現して、そして教育を提供して、そしてそれを喜んでくれる人たちがいた。その関係、その作り上げてきたものがなくなってしまうんじゃないかっていうのが怖い。それが分かったんよ。そう、絶望の正体よ。じゃあな、その絶望の正体が見えたら光が見えたんよ。だってやで、辛いことが、何が辛いか、何を失うのが怖いかっていうのが分かるってことは、自分にとって何が大事なのか、何が重要なのか、何を失いたくないのかっていうのが分かるってことや。分かったんよ、僕が失いたくないもの。コミュニティよ。
今まで作り上げてきた信頼関係よ、この安全地帯よ、誰でも一歩踏み出せるその環境よ、このコミュニティ、このつながり、この7年間作り上げてきたこの財産、このコミュニティ、この空間、これを失いたくないっていうのが分かったんよ。そう、絶望と向き合ったらその反対側に光があったんよ、希望があったんよ。だから今だから思う、本当に苦しいのは分かってる、本当に悲しいのは分かってる、大事な仕事を失った、大事な、もしかしたら命を失った方もいるかもしれへん。でもな、無理して前向きにならなくていい、無理してポジティブにならなくていい、無理して行動しなくてもいい、ネガティブでもいいんよ、苦しくてもいいんよ、その苦しみ痛みを味わうこと、もしかしたらそれが大事なんかもしれへん。辛いよ、苦しいよ、だって痛いもん、早く抜きたんや、忘れたんや、マスクしたんや、なかったことにしたいんよ。でもね、なかったことにはできへんねん、それは起きてしまったんやから。だから起きてしまったことに対して自分がどう思うのかっていうのを感じるということ、味わうということ、それを味わって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 味わい尽くしたら、その先に絶対光が見えるから、絶望の反対側に絶対希望があるから。そう、だから無理しなくてもいい、本当に、SNS 投稿するときでも、誰かと話すときでも、無理して笑わなくてもいい、辛かったら辛いって言っていい、苦しかったら苦しいって言ってもいい、助けを求めて、無理しなくてもいいから、しんどかったら休んでいい、行動しなくていい、そのプロセスが前向きになる前には絶対大事やと思う。まず起こってきたその気持ちと向き合う、気持ちを受け入れる、その先に絶対光が見えるってお母ちゃん信じてます。本当にこの世界これからどうなるのか誰にもわからん、もしかしたら分かってる人はいるんかもしれへんけど、少なくとも俺にはわからん。でも絶対世界は僕たちの味方やから、今起こってること、全てのことは最善のことが起きてるから、絶対に大丈夫。今は苦しくても、苦しい気持ちをちゃんと受け入れて、そこからできるようになってから一歩踏み出そう、それでいいと思います。はい、以上です。ふう、こんな感じで、しばらく約1ヶ月ぐらいかな、ちょっと苦しくて絶望で、いや苦しいのは悪いことちゃうなと思って、今この苦しいっていうの久しぶりなんですよ、苦しいっていう味わう感覚が。だからこの苦しいっていう味わうのを今楽しんでます。でまだまだちょっと一歩進む力、エネルギーっていうのはまだ足りてないんですけど、光がちょっとずつ見えてきたんで、真っ暗の闇の中から光がパッて見えてきたんで、来週ぐらいからちょっと一歩一歩進んでいきたいなと思います。はい、ということで、このチャンネルでは、生きるために必要な力、そんな力が湧いてくるような配信をやっていきたいと思います。よかったら高評価ボタン押していただいたら嬉しいです。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じで皆さん、さよなら。苦しくていいよ。